さあ、始まりました。もてつさんチャンネル。さあ、今回はですね、うな重でございますね。うなぎでございます。昔、うなぎ食べれなかったんですけどね。骨があるっていう理由ですね。そう、骨があるから食べれない。スイカは種があるから食べれないみたいなね、感じだったんですよね。問題があって、いろいろとやってるんですよね。とにかく。はい、これを。乗っけるんでしょうね、多分ね。よいしょ。お、すごっ。山椒もこうあります。いただきます。いつからか。うなぎ食べれるようになりましたね。山椒もかけてみましょうか。もう全然山椒もダメでしたけど、今全然食べれますね。そう、英文添削サービスっていうのをねやってるんですけど、添付ファイルがうまく開けないんで、何が原因かなって今エンジニアの人に見てもらってるんですよね。まあ、ネット社会は大変です。釣り骨あるけど食べれるな今は。昔は全然だったんですけど、本当に。まあメインチャンネルの方にね、収益公開で動画が出たと思うんですけど、そこでもね、本当に。まあ、英語の塾のコンサルとライティングの添削サービスやってますってね。まあ最初はね、自分が稼働しなきゃいけないんですけど、いずれは自分が稼働しなくてもちゃんとやっていけるようにちゃんと成長させたいなと思っててね、ちゃんとアメリカからでも生活ができるようにちょっとね頑張ろうと思ってます今。アメリカの食べ物になるのかな。このサブチャンネルの方はそうですね、視聴者全然違うんだよ。アメリカでいずれは暮らすので、まあちゃんとねそれに向けていろいろと動いている形ですね。で、視聴者の本当に層が全然違うのと、あとサブチャンの方が、このチャンネルの方がですね、長く見られてるんですよ。平均再生時間が長いと。いわゆる新着動画、新しい動画の再生数も、まあ何かしら強いコンテンツを出す場合は、メインチャンネルの方が再生されるんですけど、普通のコンテンツの場合はメインよりも、このサブの方が初動の再生数は多いし、さらに再生時間も長いと。だから、新着動画はサブチャンネルの方が収益が高いことが多い。ありがとうございます、本当に。なんていうの？ちゃんと本当にファンの方がついているっていう感じの数字なんですよね。
なんとありがたい。サブチャンネルは本当はそういう形なんだってよく言われましたけど、あ、そういうことかって初めて分かりましたね。ただ新着動画で過去動画がそんなに再生されないんですよ、サブチャンネルって。メインチャンネルの方は検索されて再生されることが多いですね。なんで昔の動画がいっぱい再生されるって感じ。サブチャンネル食ってるだけだったら確かにね、あれ食ってるところが見たいみたいなね、そんなんないですよね。うな重とかって検索して見る人いないと思うんですね。やったらそうですね、年齢層も全然違うんで見てるのがですね、サブチャンネルの方が若者層だけじゃなくて上の層もたくさん見てるっていう感じになってるんで、あと女性の割合も全然違いますね。メインチャンネル10何パーだけどこっち30何パーなんで全く違うっていうね。ということはチャンネル登録お願いしますって言った方がいいのかもしれないですね。年齢層上のチャンネルってチャンネル登録のやり方が分かんなくてしないとかっていうのが多かったりするらしいんですよね。まあ確かに今2万人台で登録者数で再生数1万いくつ1日でっていうのは、まあ、登録してない人がめちゃくちゃ多いっていう印ですね。基本みんな登録しても見なくなるんでね、飽きちゃうんですぐ。だから登録者数と1日の再生数ってだいぶ幅があるのが普通なんですよね。それはあの超上位の、ね、人たちも同じで、例えばまあ800万人いるけど1日目は100万ぐらいっていうのが普通じゃないですか。で自分のメインチャンネルも10万人以上いるけど1日目は1万いくつとかってなるのはもうまあ普通のことなんですよ。だからこそね、やっぱりあのなんかチャンネル登録お願いしますって言うなとかってね、あのコメント来たりすることもあるんですけど、それはね絶対やっといた方がいいんです。そうやって言わないと登録しようと思わないんで。あんまり骨の量がすごかったな今。痛いという感じですね。お、なんかここすごい、いろいろ視聴者層もね面白いです。いろんな方に見てもらえて、